おはようございます。ちょっと夜雨降ったみたいですね。地面が湿ってる。今日のお話は、ほら、雲もいっぱいある。なんだっけ。眼科のですね、人間が癌になる原因ですね。これね、シーダーズと関係があるんですよね。シーダーズって銀河関連合、24種族、前22とか言ってたんやけど、24種族の DNA をうまくね、きれいにね、組み合わせて人間の DNA を作ったんですよね。ということは、その24種族の中には爬虫類系の DNA も入ってるわけですよ。だから彼らの人は、俺たちもね、いい DNA の中からちゃんとね、全部混ぜ込んでくれよっていうことになるわけですよね。だから人間の DNA の中にはレブ系の、DNA もちゃんと入ってるわけですよ。ところが、だから例えばね、人間のね、皮膚もね、よく見るとね、鱗状になってるじゃないですか、小さなね。それとかアトピーとかいうのね。アトピーもだから、がんとちょっと似てるとこあるんですよ、性質は。なぜかちょっと、細胞はですね、酸素不足やストレス、ね、精神的なストレスとか、その物質、ミネラル的ストレスが来た時に、細胞内のスイッチが入っちゃって、レプ系の DNA がね、動き始めるんだと思うんですよね。そうすることによって、がん細胞に変化していくんですね。要するに、細胞が酸素不足で生存をしようとして、別の形態になっていくんですよ。その時に爬虫類系の DNA が活発に動き始める。そうするとがん細胞になっちゃう。例えばカエルでもそうですけど、切るとね、中は普通のね、白い身でね、食べたことあるけど美味しいですよね。でも外の皮膚ですよね。皮膚細胞っていうのは、昆虫、あのワニでもさ、何でもさ、その外細胞っていうのはがん細胞に似てるじゃないですか。だから、ああいう細胞がどん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 ね、人間の体から増えてくるんですね。昔なんかね、ある人がね、そこはなんか共同生活してたらしいんですよね。でね、70歳ぐらいのね、男の人がね、ホームレスじゃないんだけど、共同生活の中で暮らしてたらしいんですよ。ほんでね、前の日までね、ものすごく元気だったっていうんですよね。ところがね、ある朝ね、ぽっくり死んじゃったって。で、解剖してみたらね、お腹の中ね、全部がんだったって言うんですよ。でも全部がんでもね、ちゃんとね、普通に生活できてたんですよ。だから、それはそれなりに、爬虫類系の DNA によって体が変化していって、普通の生活はできてたんだけど、最後はやっぱりダメになっちゃったんですよね。それはまあしょうがないですよね。制御できなくなっちゃったわけだから。そんな感じで、どうしてもね、人間の体ががん化するっていうのは、 DNA の中にその因子があるから、仕方がないってことなんですよね。と思いました。終わります。